えーと、チャット GTP の現状理解と20、2023、え、年、ー、7月版の LLMM 情報をアップデートということで、えー、と30分から40分ぐらいですね、えーと、お話しさせていただきます。で、えー、と、もうこれ、かれこれ5月、6月、7月で3回目ぐらい、3回目なんですけども、えー、と、また今回もですね、いろいろと情報アップデートありましたので、なかなか話題が尽きないなというふうに思っています。 ではですね、えっ、ー、と、今回の、えー、と話題提供の内容ですけども、最初はですね、えっ、ー、と、チャット GTP の現状理解ということで、えっ、ー、と、いつもお話している内容なんですけども、チャット GTP とはという話を最初にして、えっ、ー、と、前回のまあ会議の振り返り、研究会の振り返りと、えっ、ー、と、今回ですね、えっ、ー、と、チャット GTP 界隈の1ヶ月のアップデートということで、2023年7月版ということで、えっ、ー、と、 どういうよういよな更新があったかと、それ以外にですね、えー、と今回ですね、えーとま、軽めの内容で2つぐらい用意しておりまして、えーとまあ、今回ちょっと R によっているんですけども、まあ、R パッケージ開発に、まあ、LLN をどう活用するかというのをですね、えーとまあ、一応、まあ、GTP と壁打ちして、まあ、それを一応整理したという内容がありますの、ね、で、それについてちょっとお話しさせていただくのと、 この GTP のモデルをですね、使えるという R パッケージがいくつか出ていて、まあえー、と10個ぐらい私見つけたんですけども、実際まあどれが人気でどれを使ったらいいのかっていうのであの、まあ、調査してみましたんで、それについてですね、えー、と最後お話しさせていただきます。はい、では最初はですね、えーと、チャット g t p は現状理解ということでお話しします。 で、チャット GTP とは、これいつもお話しているところなんですけども、チャットジェネレーティブプレートレインドトランスフォーマーということで、の後ろを略して GPT となったことです、ね、で、こちらはですね、まあ、事前学習済みのまあ変換機で、えーとまあ、チャット形式でテキスト生成ができるというようなモデルになっております。で、これオープン a i 社が2022年の11月に公開した AI のチャットボットのですね、 ChatGTP は、ね、GTP のモデルのチャット機能をです、ね、主に指す言葉として使われていまして、えー、GTP というとモデル自体あるいはまあその他の機能も指すような形で最近使われていますで最,近、えー、最新バージョンは GTP の4というのが、ね、3月14日に公開されて今、5月24日のバージョンが最新となっています で最近ですね、えーまあ、GTP の方がですね、やはり機能的にも、えー、と他のモデルと違うということで、まあ、GTP と言わずに GPT-4 といって、まあまあこの、そのモデルのみを強調するという呼び方に、最近は変わっているかなというように、えーまあ、私の所感ですけど、そんな感じに思っています。 でえー、とこれは、ね、GTB というのはまあ大規模言語モデルと、まあ、LAL と呼ばれるモデルの一つとしてえありますで。こちらはですね、まあ、大量のテキストを学習したまあ AI のモデルということになります。で内容はまあ真相学習だろうと思いますけれども、真相学習の一つのモデルで。で えとこれができることはです、ね、まあ、やっていることとしては、テキストを生成の過程で、まあ、次に来る、語順で次に来る単語を高確率で予測できるというのがです、ね、最も優れているところで、これがです、ね、結果としてつながっていること、つながって、文章とな,なると、まあ、自然、人間がです、ね、自然に感じるような文章を生成できる AI モデルというような形で呼ばれています。 でこの LLM でまあ大きく変わったことと一つとしては、まあ、これまでコンピューター言語で R とか Python を通じてえーとまあデータ解析、実行していたところが、この LLM、GPT を通すことで、自然言語もまあプロンプト、命令文としてえーと AI の実行とかです、ね、計算ができるようになったというのが、ね、一つ変わってきているところです。 で今回はもう1枚、ちょっとスライド補足で作ったんですけども、でこれはなんかなんか聞かれそうで聞かれない、なかなか先聞かれないんですけども、LMM の出力というのはまあ内装なのか外装なのかというところがですね、まあ、機械学習でやってるとよく聞かれるんですけども、実際ですね、まあ、チャット GTV 自体にですね、これどうなのかというのをえと質問してみました。でこれまあ R 言語について、えーとまあ、トピックを絞って、えー、聞いてるんですけども、R 言語についてあなたに聞くときは出力は内装あるいは外装のどちらに該当しますかというように聞きましたところ、まあまあ、この質問、回答ではですね、えー、とこのチャット g t p の出力は主に内装に当たると。まあ、要するに、まあ 訓練データに基づいて、まあ、内装されたデータを出力しているというのが回答になっています。でこれ内装外装というのは、まあえー、まあ直線回帰で説明すると分かりやすいかなと思うんですけどもこの赤が実測で、えー、っと赤に対して回帰直線を引くとこの青の実線が出ます。でこちらがまあ実際にデータがあるところをまあ内装して。えーっと 予測の線を書いてるわけですけども、まあ、このデータが、赤のデータがないところの、この右側であった左側のところは、青線が点々になってますけども、そこがですね、まあ、データがないけども、まあ、これ直線回帰の場合、ここは直線だろうということで、えー、っと、まあ、その線を伸ばして、 予測していると。まあ、これは外装に当たると。まあ、データの範囲外を予測的に予測しているということで、そこは外装に当たるというところですけれども、実際 LAM、チャット g t v の出力というのは、この青線ですよということをまあ彼らもちゃんと認識しているという形になります。えー、ですので、えー、とまあこれは一つまあ前提として、 あるところで、まあ、データの範囲内で予測することはまあ得意ですと。まあ、これはまあ言語モデルすべてそうなんですけども、まあ、データの範囲を超えた時にです、ねえー、ときに外装になる場合は得意ではないですということになります。で、えー、とこれはまあ通常の機械学習とかですね、真相学習を使うときのまあ基本的な理解で、えっ、ー、とまあ、 学習データに対しては非常に精度は高いけども、学習データ入ってないものを予測しようとすると、学習と精度が下がるというのは同じ理解です。でただですね、この LM になってちょっと変わりつつあるのは、結局ですね、あこれ飛ばし、飛ばしますけども、結局 LM に対して学習済みかどうかを聞けるっていうのが一つ大きいかなと思います。で、今回のようにですね、あなたは、 このまあ、内装なのか、外装なのかというのも質問できますし、あとはその学習済みかどうかっていうのも聞けるというので、えー、今までその外装か内装かよく分からなかったところも、実は質問すれば教えてくれる、モデルが教えてくれるというのが一つと、あとそのプロンプトの情報に、まあ、生成時の学習データを含められるという。 いうことが、まあ、l n、MM、と最近こ、こういうモデルの特徴があって、通常の機械学習ですと、一回モデルを決めると、後でデータを予測しても、そのデータを使わずに、モデルは固定なんですけども、まあ、LNN、MM、の場合は、プロンプットとして入れたデータを、まあ、情報を、まあ、データの出力の一部として使うというような特徴があるので、まあ、あのかなり あの内この内装外装の問題はかなり緩和されつつ、ので、あのちょっと使い勝手がいいと、<laughs> 思ったより使い勝手がよくて、性能も高いということが、ちょっと違うぞという形になります。で、えっ、ー、と、こちらですね、えっ、ー、と、チャット GP の実行環境で、こちらは Web の UI のとこなんですけれども、これも何回か見せてますので、ちょっと簡単に、えっと、紹介させていただきますと、 こちら最初、Web の UI から ChatGTP の GTP3.5 か4っていうのを選ぶというのがボタンありまして、この例ですと4を選んで、プロンプトを打ってあげています。で、この例ですと R 言語は何ですかというのを質問してますので、それに対して GTP があのテキストを生成して答えを返してくれるという形になっています。 で、当時これ作ったのがもう3ヶ月、もう2、3ヶ月ぐらい前に作った感じなんですけども、まあ、結構当時遅かったんですけども、最近もう少し早くなってるかなっていう印象はありますね。で、ちょっとこれ長いので飛ばしますと、まあ結果まあこのような形で、あの、 まあ入れたプロンプトに対して、このようなテキストがえと生成されてきます。基本的にはまあチャット形式でえと入れたプロンプトに対して何かテキストを返してくれると。で,で、この両方のテキストをですね、実際はあのこのまあマナーこれも学習データとして使われて、次のチャットではこれも含めて何か回答ができる、回答してくれると。 というような形のモデルになっています。はい、で、えーと、こちらはまあ前回の振り返りということで、えー、と前回話したところ、大きく3つにまとめています。で前回話したところは、1番目で、えー、と iOS 版の ChatGP のアプリが出ましたよという話。まあ、これを軽くしました。で、えー、と2番目で、えー、とベータフ u ーチャーズという機能が実装されて、 えーとこちらは、まあ、プラスのサブスク版のみなんですけども、えー、ともうこれから1、2ヶ月ぐらい前ですね、えー、Bing のウェブ検索機能、えー、ウェブブラウジングの機能が、えー、GTP 上で実装できまあ、されましたという話ですね。で、B で、えー、もう一個あって、えー、とプラグインの機能が使えるようになりましたというのを前回お話し,しました。でえー、と具体的に えっと、3つ4つですね、えっ、ー、と、プラグインをご紹介しまして、えっ、ー、と、例えば、プロンプトパーフェクトとか、ウォルフラムとか、あとは、食べログのプラグインみたいなのを、えっと、紹介しました。で、あと、まあ、えっ、ー、と、あとは、ま、話題提供レベルですけども、テクニあの d t b 4のテクニカルレポートのお話。えっ、ー、と、これは、あの、英語のプロンプトを入れた方が精度高いですよという。 お話と、あとプロンプロエンジニアリングっていうのが概念が出てきてますよというお話を、えー、とさせていただいたと思います。で、えっ、ー、と、今月なんですけども、今月のアップデートがですね、えっ、ー、と、まあ結構たくさんありまして、で、これはあの前回やっ、えー、の研究会の直前、 頃だったんで、内容として入れられなかったんですけども、ちょうど6月の中旬ぐらいですね、GTP3.5 の 16K のモデルという、今までですね、4K4000 トークンのバージョンがあったんですけども、16K で1万6000トークンを扱えるモデルというのが出てきまして、3.5でもより長いテキストが扱えるようになったというのがアップデートとしてありました。 GTP3.5 がまだ残っている理由としては、やっぱりその O よりか、精度は劣るんですけども、かなり速いと、予測が速いというので、えーとえーとまあ、使われています。で、2番目としては、ファンクションコーリングの機能が導入されて、えー、GTP 上で特定の関数を呼び出して、その結果をユーザーに提供できるとなることができるようになったようですね。 で、えっ、ー、と、で、7月入りまして、いくつかアップデートがあったので、そのお話をさせていただきますと、一つ、まあ、3番目ですね。これは、えっ、ー、と、TKP のアップデートというよりかは、あの、まあ、そういう回があったという話なんですけども、東大の生成 AI のシンポジウムがあって、えっ、ー、と、まあ、日本で、えー、と結構有名な方とかですね、あの、 まあ総理が出て、シンポジウム、チャット GTP、LAM 関連のシンポジウムというのが7月4日にあったようですね。はい、で、4番目にですね、えっと、GTP4 の API が一般利用可能になりました。で、これ、ウェイティングリストで、3月以降ですね、ずっとウェイティングリストで、 えーと、選ばれた人しかですね、えっ、ー、と、の API 使えなかったんですけども、7月6日以降は一般的に、まあ、重量課金でお金さえ払えば使えるという形になっています。で、5番目ですね、えー、さっきの、さっきのページでえーと紹介した、えー、と、Bing のウェブブラウジングの機能は公開停止になったというので、あの、1ヶ月ぐらいでですね、1ヶ月に1ヶ月ぐらいで、えー、と、この機能は公開停止になっています。 でえー、と6番目ですね。あと、これは新しくですね、このウェブブラウジングの機能がなくなって、新しく追加されたのが、コードインタープリターという機能が、ベータ版としてえと追加されています。で、えー、とこの機能がですね、えー、とチャット GTB 内でえーとコードを実行して、まあ、データの解析とかですね、グラフの作図とかができるような機能になっています。<laughs> で元々も、ね、外部ツールを使わないといけなかったんですけども、まあ、これ Python にのみ現在は適用、まあ、使用できるということで、Python だけチャット GP 上で実行できるようになっています。で,、えーとですね、補足として R はです、ね、サポートされてないんですけども、R を使用する時はです、ねえー、ときは Notable というプラグインが使用可能で、それを使うとチャット GPT と、ノータブルが連携されて、えー、とチャット GPT で実行すると、ノータブル上で R が実行できるみたいな感じになります。で、結果を、うん、チャット GPT 上に持ってこれるみたいな形で、えー、と連携させると、R も実行できる形になります。えー、ただですね、なんか最近、ノータブルのプラグインの新規インストールがなんか止まってるかもしれないので、 えっと、以前からインストールされている方は使えるかもしれないですけど、新規でちょっと使えるかどうかちょっと今わからない形です。はい、でえっ、ー、と、今日ですね、えっ、ー、と、えっ、ー、と、ちょっと深掘りしてお話しするのは、えーと、この3番目の話をシンポジウムの件を少し触れたいというところと、えっ、ー、と、6番目のところですね、コード,コードインタープリターの機能についてと、あと、ノータブルのところ。 プラグインの使った R 実行について簡単に触れたいと思います。で、あ,あともう一つありまして、えっと、プラグインの数が、えっと、前回、えっと、400種類、6月の時点で400種類ぐらいあったんですけども、今日見たらですね、えっと、昨日ですね、昨日調べたら、えっと、プラグインの数が663種類になってますので、まあ、1か月ぐらいで260種類ぐらいですかね。 あの増えているという形になります。えっ、ー、と、もうですね、細かいプラグインの何が増えたかとかでもう終えない状態になってますので、えー、とちょっと今回はですね、細かくお話ししません。はい。はい。で、まずですね、えっ、ー、と先、先週ぐらいですかね、あの、えっ、ー、と、まあ、こういうシンポジウムがありましたということで、えっ、ー、と、まあ、生成 AI が切り開く未来と日本の展望ということで、 えと東大の工学部ううううと TMI 総合法律所さんが共同でシンポジウムされたようでしてえと結構有名な方々が,あの方が参加されていました。私はまあこれ最初のセクションしか見てないんですけどもえとこのセクションですね、最初のセクションで まあ、生成 AI が切り化を見ない来ということで、えーと、この4名がパネリストとして、えー、お話しされてました。えー、と大臣と、まあ、孫さんと,、えー、と、オープン AI の、まあ、日本のお、まあ、代表幹部のセイ、まあ、ングーさんと厚松尾先生ですね、えーと。この方々が話されてて、かなりあの大変面白いお話ししたので、えー、ともしあのご興味あればというところ。 で、えっ、ー、と、LM、MM、でやっぱり、こう、えー、私の触感として一番 LM、MM、で恩恵を受けそうなところが、まあ、IoT のところとロボティクスのところがかなり恩恵を受けそうで、多分そのあたりの開発を、あというか、まあこの、このあたりの投資をしていくという話が、あすごい印象的でだったかと思います。 でえーとまあ、話変わりましてで、えー、とまずコードインタープリターについてですね、えー、とそれについてちょっとここで今回の研究会で触れたいと思います。で、えー、とこれまでですね、えー、とチャット GTP 上で、えー、とコードは生成できたんですけども、コーディングはできたんですけども、えー、とその実行、そのコードを使ってその実行したりとかですね、作、え、図、ー、したりというのはできなかったです。 で、それが新たにできるようになったというお話です。で、えっ、ー、と、サポートですね。Python のみですね。で、設定方法なんですけども、まあ、セッティングのところのベータフィーチャーズのところに、このコードインタープリターっていう項目が増えてますので、これをまずオンにしていただいて、GTP4 にして、このコードインタープリターのベータ版を選択すると使えるようになります。 で、実際にいくつかやってみましたので、ちょっと紹介はい。えっ、ー、と、これちょっと紹介しますと、えっ、ー、と、まずですね、えっ、ー、と、このコードインタープリーターはどんな機能ですかっていうので、先ほど説明した通りなんですけども、まあ、コードの実行とですね、計算結果あのページというか、まあ、可視化機能があるということで、えっ、ー、と、まあ、l n m プラスコード実行の環境を提供していると。 くれるという形のものになります。で、えっ、ー、と言語のサポートはどうですかといと？って言ったらまあ、現状はあの t h o n のみですと。とで、他の言語は使えません。ということで、えっ、ー、と返答が返ってきます。で、えっ、ー、とこれ、今までの環境と違ってまあ、モデル自体にま取説が含まれているような形ですので、もうこれはどんな機能があるか？っていうのは都度。dtp。 えに問い合わせてやるという形になります。で、えっ、ー、と、ちょっと簡単な実行例なんですけども、まあ、この、まあ、この実行です、R 言語でマインドマップ書くときに適したパッケージありますかということで、つらつらと教えてくれます。で、R 実行できない、R では実行できないので、で、近い、えー、 この,まあこの2つのですね、パッケージに近いマップを Python で作図してもらえますかっていうと、このような形で Python のですね、実行コードが出てきます。で、本来これをですね、これまでは Python の環境にコピペして実行してたんですけども、このまま普通にプロンプルトで作図結果を示してというと、一応まあ内部で、えーと このインコードインタープリーターを立ち上げたときに一応実行環境もバ,バックで立ち上がっているみたいでその、これを示せますかっていうと、このコードが走って、このような形で作図がされて、プロットがまで出るという形になります。で、これはですね、まあ、一連の,あの、まあ、コーディングからあの、まあ、作図までをチャット GTP 上で できるようになったというのが、このインコードインタープリターの特徴かなというふうに思います。で、えっ、ー、と、まあ、この順業とあとはまあコーディングのそのものの、まあ、よりまあコーディングにまあ特化して、その解釈とかもできるのだと思いますけども、まあ、それについてまだちょっと試しててないという形です。で、えっ、ー、と、もう一つお話があって、 R を実行するにはどうしたらいいかというところで、そ,のそれはですね、えっとまあ、R の界隈ではこれお話になってて、私もよく前から聞いてたんですけども、えっと、Notable という別のプラットフォームがあって、えっと、そのプラグインを使うと R も実行できますというような形になります。で手順としては、まず ChatGTP 上に Notable のプラグインをインストールすると。 いうのから始まって、で、えっ、ー、と、ノータブルも、の方も、登録とログインしないといけないので、一応します。で、で、ノータブルの方に、えっ、ー、と、プロジェクトを、まあ、なんか適当に作って、で、カーネルを R に変更します。で、こんな感じですね。えっ、ー、と、カーネル R に変更して、えー、その状況で、あの、もう連携ができてますので、チャット GTP の UI から、あの、 ノータブル上で R 実行したいというような形で、プロンプトを書くと、ノータブル上で R が走るような形になります。で、一応何個が例があって、えっ、ー、と、示しますと、本当にプロンプトとしては、えっと、ノータブルで R が必要したいというような形で問い合わせると返ってきますので、で、えっ、ー、と、なぜかそのチャット GTV はもうすでにノータブルでどういうものが、自分の環境にどういう ノートブックがあるのかを知ってて、あの既存のノートブック使いますと言うと、今のあなたの環境にはこれとこれのノートブックがあるので、どっち使いますかみたいなことを聞かれますので、えー、この場合ですと、まあ、この2番の R テストの、えー、とノータブルノートブック使いますとして、それとこっちで、えー、こっちの、あのこれは Jupyter ノートになると思うんですね。Jupyter ノート上で、えーと コーディングされて実行が走るような形です。で、えっ、ー、と、で、この例ですと、もう簡単にもう何も指定してないので、とりあえず乱数プロットしてみてくださいっていう形で指定すると、なんかこういう形ですね、あの動いて、えっ、ー、と、ノータブル上にですね、えーとコード、コードが書き込まれていくと。で、リンクがあるので、それをで飛ぶと、ノータブル上でそのページに飛ぶという形です。 ちょっとですね、まあ、ラグがあるんですけども、こっちで LM、あチャット GTP 上で、あの、コーディングして、それをノータブルに送りますので、ちょっとライブタイムラグがあるんですけども、一応できてるって感じです。で、えっ、ー、と、そのプロットに対して、えっと、回帰直線を、直線回帰してくださいって言ったら、それも実行されて、 まあ実行としてはこういう形ですね。これはまあノータブル側なんですけど、ノータブル側に行くと、まあ、この1個前のブロックセルで乱数が作られてて、これ、これはですね、これに対して直線回帰されるというような形になります。で、実際はあのデータを この環境上に先にですね、CSV とかを呼び込んでおくと、まあ、そのデータに対して、えー、とチャット GTV 上から指示を出して、えー、と操作ができるというのも、一応できるのはできます。ただ、できるのはできるけど、ちょっとあの、めんどくさいなっていう意見が多いかなという。で、それは実行はできますよっていう話です。 で続いてですね、後半の話になるんですけども、R パッケージ開発に LM をどう活用するかというところの整理ということで、最初ちょっとお話しさせていただきます。で結局ですあ、ね、最初はあの R のパッケージの開発の流れっていうのはですね、まあ、GTP と壁を移してあのダイアグラムを作るというのをやってたんですけども、 これがですね、えっ、ー、と、ま、クランの、まあ、パッケージの開発から、ま、ランに投稿して採択までのフローチャートということで、まあ、まあ、こういうのを作れる。まあ、この ChatGTV 上のプラグイン使うと、こういうようなダイアグラムが作れるんですけども、まあ、ちょっとま、この全体じゃなくて、パッケージ開発のところ、まあ、このあたりになるんですけども、 まあこの辺りを拡大してもう一回作ってもらうと、まあ、このような形で。えー、これはシーランに投稿する前までに、どのようなパッケージ開発の手順があるかというのをですね、えー、とフローチャートにした簡略版になるんですけども、まあ、これ英語なのでちょっと日本語で書くと、まあ、い順,番順番に行くと、まあ、最初ですね、まあ、これその前にあの パッケージの構想とかどういうのを作りたいかというのがあると思うんですけども、まあ、それが終わった段階で、まあ、R のパッケージの、まあ、プロジェクトを作成するというのが最初にあって、えー、っと次にまあ R の関数を作成する。で次にまあドキュメントを作成する。で次はドキュテストを作って、でこれができたらチェック関数を実行して、でまあ6番ないですけども、 すませんまあ、ちょっと間違えじすチェックがあパスしたらあークラ,ーにシーラーに投稿するというようなあ、まあ各、まとめてみるとかなりシンプルになると思うんですけども、あのまあ、各所にやっぱ難所があって、っまあそもそもまあ関数作るのに、関数作成するのにまあコーディングテクニックが必要とか、まあ、でドキュメントはまあ英語で作らないといけないですし、関数一個一個の に説明が必要ですし、えー、とビネットとしてまあ複数の関数を使,い使ったときのまあ例とかを示すと、まあ、それをまあ全部英語で作るのも、やはり初めてパッケージ作る人にはかなり大変かなと思いますし、まあ、実際できた関数群できたところでチェックでかなりコンパイレーラーなのが起こ,るな起こりますので、まあ、そのときのデバッグどうするかというのも、やはり経験がないと難しいと。 ということで、シンプルな工程ではあるものの、たくさんの難所が待っているという形かなと思います。で、えー、とここら辺にどう、じゃあ LMM を使う、使っていけるかというのをですね、えっ、ー、と、もう一回考えたんですけども、で、まあ、基本的に私の考えでは、まあ、R のパッケージ開発でま面倒な作業とかですね、 あとは、ディスカッションで、えっと、壁打ちしたいことっていうのは、時には、まあ、積極的に LM を使,使った方がいいよなっていうような考えに今なっています。で、えっ、ー、と、利用シーンについては、もう非常にもうたくさん、もう、か、簡単に上げるだけでもたくさんあって、えー、もう最初のアイデア出しとか構想の段階でもうすでに使えると。で、パッケージの設計とかですね、アーティクチャの提案でも、 どういうような設計で作るかっていうのにも使えると。で、えっ、ー、とかんで、パッケージを作り始めて、えー、と関数の作成の、まあ、現状はまあ補助程度ですけども、完全に動くのはなかなか R の場合は作れないんですけども、まあ、作成の補助的なものには使えると。あと、まあ文、文法のチェックは結構優秀なので、文法チェック使えますし、 あと、ROC、OK、試験のコメントを追記するっていうのは結構精度よくできますので、えっ、ー、と、これはかなり使えそう。で、あとはまあ日本語で書いて、あとで英語で書くっていうのはかなり、日本語で最初作ってて、途中で全部細かくコメントとかを英語にしていくとかなり人間がやるとテーマですけども、まあこういうのは結構、あの、LAM は得意なとこですので、 日本語の箇所だけを英語にするっていうのはかなり的確にできると。でえー、とそもそも、まあ、あとは、まあ、ドキュメンテーションの作成とかチュートリアルも、まあ、結構普通に作ってくれますので、このあたりも使えると。今回ですね、まあ、コードインタープリターの話をしましたが、ま,あ、どまだ使えなくて、まあ、今後どこまで使えるか分かりませんけども、まあ、デバッグとかですね、テストとかもかなり。 できてくるんじゃないかなというところです。あと、ユーザーからのフィードバックとかですね、追加機能とかがあったときも、一応そういうのを盛り込めるように、コードを変えれますので、そういうときにも使えるんじゃないかと。で、最近はウェブ検索の機能もありますので、まあ、パッケージ調査からですね、まあ、文献調査とか、す、ま、べ、あ、ての加工程に LAM、MM、っていうのは実,実際上は使えてくるかなという印象ではあります。ですので、まあ、まあ、開発前の段階から関数実際、先ほどのフローで関数作ったりです、ね、ドキュメントをまあ作ったりとかですね、あとバグ取りするところとか、全体的に使えてくるんじゃないかなというように思います。 でえー、と今日はまあこんな感じの話なんですけども、まあ、実際、次回とかで実際にどう使おうかというまあ実際の具体的なお話をさせていただければと思います。でえー、と最後にですね、えー、と3番目で、えー、とこれはそもそも2ヶ月前ぐらいにやるべきだった内容なんですけども、ChatGTP で GTP が使える R パッケージというのをですね、 えー、どんなのが今出ているのかっていうのを調査しましたので、えっ、ー、と、それについてですね、えっ、ー、と、お話しさせていただきます。で、これはですね、一応、今回調査して出てきたあのパッケージのリストなんですけども、えー、調査した方法としては、えー、とキーワード検索をしてます。で、これはあのパッケージの C 欄のパッケージリストに対して、えー えー、あのキーワード検索して出てきたのをピックアップしているというのと、あとはまあ普通に記事とか見て、えー、と知っているパッケージを一部載、えー、っけてますけども。で、あとは出てきてもですね、えー、とすごい紛らわしいのがあって、OpenAIR とかっていうパッケージがあるんですけど、それは全く別の,あの関係ない解析のパッケージだったりしたので、あのまあ一個一個。 ヒットしたのを目して確認して、えっ、ー、と、これは、あの、この LMN、MM、の API 使ってるかどうかっていうのを確認します。で、えっ、ー、と、最終的にまあ出てきたパッケージのダウンロード数を調べて、えっ、ー、と、それを順位付けして、まあ、そのダウンロード数の順位を見て、それを表にまとめてるという形です。で、この表を見ていただいたらですね、えっ、ー、と、 上位3つのパッケージっていうのが、だいたい今、1万ダウンロードぐらい超えてまして、で、四以下が結構少ないなというような印象ですね。で、で一番、今この、このですね、チャット GTP の OpenAI の API を使って一番ダウンロード数多いのが、この OpenAI っていうパッケージで、だいたい1万8000ぐらいですね、あの、ダウンロード数があります。 で、これはまあ、ラン登録されたのがもう3月の半ばぐらいではもう登録されてて、そこからあの公開されているようなパッケージになります。で、2番目は ChatGPT っていうパッケージがあって、えっと、これは1万1000ぐらいですね。ダウンロード数があります。 で、あと3番目に多かったのが GPT Studio という、これ5月にも少し紹介したんですけど、これが1万件ぐらいですね、ダウンロードされているというような形です。あとはまあ、そこまで多くないという形です。で、えー、と、下の2つはですね、GitHub しかないので、ちょっとダウンロード数、正確なダウンロード数はわからないんですけども、まあ、あの、たぶ GitHub だけだったら、またもう少しあるのかなというような印象です。 で、一応、こちらのリンクに GitHub とランの、えっ、ー、と、リンク載せてますので、後でご確認されたい方はしてください。で、今回ですこの上位3つについてですね、一応概要的なお話をちょっとさせていただきます。で、まずですね、えっ、ー、と、OpenAI のパッケージなんですけども、えっ、ー、と、これは、先ほどお伝えしましたりまり、まあ、3月15日にシーランに公開されたパッケージで、 結構初期の頃から多分あるようなパッケージという,うに認識してます。で、えー、とやってることは OpenAI の各 API が個別の関数になってて関数を、関数をある特定の関数を実行すると、ある特定の API が叩かれるようなものですで。基本的に R の環境上で関数実行を行って、 この使うということをですね、想定しているような関数、パッケージかなと思います。だから関数の実行例でいきますと、まあ、こういうような、えっ、ー、と、Create Chat Completion というので、一応、このシステムとユーザーとアシスタントがあの AI の側なんですけども、まあ、こういうような、あの、会話を、まあ、 メッセージと入れて入力、入力して、出力を出せるような機能であったり、あとは、テキスト,トゥイメージの API を使って画像生成するような、一応関数も中にも作られていますね。すのあのまあ関数実行して API 叩くような機能をメインとしたパッケージですね。一応これが一番ダウンロード数が多い。 で、えーと見た、私見た感じはほぼす、ほぼすべての API の URL に対応した関数がそれぞれ用意されているような印象ですね。でそれかなりいろんな関数が用意されています。で、続いてですね、えー、c h a t g p という R のパッケージなんですけども、 でこれはどちらかというと、RStudio 内でチャット GTP を利用するためのインターフェースを提供しているようなあのパッケージになります。で基本的にアドインの機能、RStudio にアドインで、えー、と機能を追加するようなパッケージになっていまして、えーとまあまあ、このような形で、えー、アドインを アドインズを通して、コードの修正とかですね、コメントの付与とかをやっていくようなパッケージになっています。で、この機能は結構こっちのパッケージにも近いものがあってですね、これ前回5月の回で紹介したパッケージでもあるんですけども、GTP Studio というパッケージがですね、先ほどの .gtp のパッケージと,です、ねえー、と開発概念に結構似ていて、えー、こちらも RStudio のアドインとして基本的には使って、えー、R のコーディングの補助とかをするようなものになります。で、えっ、ー、と、アドインズっていうのは何回か出てきた、出てきましたけど、えー、RStudio 上にアドインズっていうボタンがあってですね、そこで、えー、GTP Studio をの、まあ、 機能をそこで選んで、えっ、ー、と、使うというような形になります。で、えっ、ー、と、振り返りということで、まあ、前回ちょっと画像を、動画を撮ってきたんで、ビ i t h u b の動画をちょっと撮ってきたんですけども、えっ、ー、と、これかな動画。で、アドインズをクリックして、そこに g t v Studio と打つと、この機能が見えますので、えっ、ー、と、それで、 やっぱチャット GTP 開くと、こういうような形で、えっと、ビューアーのところに、えっ、ー、と、まあ、こういう、えー、チャット機能が表示されて、そこでチャット g p g 使えるというような形です。で、まあ、こういうのがですね、あるスタジオ上で使えるようなパッケージです。で、 で5月の時もですね、これ紹介したんですけども、その当時まだ3.5が主流で API も4が公開されてなかったので、まあ、あるにはあるんですけども、あんまり使いが、まあ、3.5ですとやっぱり、そのまあ、コーディングの性能とかあんまり良くないですので、まあ、4が使える Web の UI というのを基本的にはお勧めしてえたんですけども、 今月の GTP4 のモデルもですね、使えるようになってますので、この GTP スタジオ上でも GTP4 が使えるようになってきてますので、こういうパッケージを使ってコーディングするっていうのもですね、実際使える制度にもなってるんじゃないかなというような形ですね。ですので、前回はあまり紹介はしたんですけども、 あんまりこれは紹介のみで使えないかなと思ってたのが、7月になって GTP4 の API もちゃんと公開されて、最新のモデル使えますので、こういうような RSIO と連携するツール群、パッケージ群もかなり精度よくコーディングの補助とかですね、サポートができるんじゃないかなというように思われます。 ですね、ここですね。まあ、最新情報だと、これで4が使えるので、良、えー、くなってますよというお話です。で、一応これ最後のスライドですけども、えっ、ー、と、まとめますと、まあ、この GTP4 の API っていうのがですね、多分先週ぐらいに、先週ですね、ぐらいに公開されてますので、えっ、ー、と、公開されてますと。 で、コードインタープリターのベータ版っていうのも公開されまして、えっ、ー、と、チャット GT 上で、えっ、ー、と、プログラムのコードが実行できたり、可視化が,ができるようになっています。ただ、Python だけですので、R 実行はと変わらず、ノータブルでやる形になります。で、えっ、ー、と、今回ですね、まあ、R パッケージの開発にどう LMI を使うかというのを一旦整理をしたというのと、 まあ、関連のあるパッケージですね。それについてですね、概要のみですけども、ちょっとまた紹介させていただきました。